はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。今日はちょっと睡眠不足なんでテンションが低めだと思うんですが、今日やるのが、新型ヘナ矯正っていうのをやっていきたいと思います。で、前回の、新型縮毛矯正のやり方とほとんど、まあ、変わらないんですけど、プレ処理のやり方が若干違います。で、まずじゃあそこからやりながら説明していきたいと思います。でも絶対すごい変わると思うよ。思いっきり変化つけるとしたらテイクセニング入れる必要があるんで、テイクセニングはまあ基本入れるかなと思います。で、それから矯正ですね。はい。で、毛先がパーマとかいろいろ履歴が残ってると思うんで、まあ、そこもちょっと綺麗に伸ばしていきたいと思います。なんか悪化したような気がしませんか？うん、この長さでこの癖が出るということは結構難しいパターン難しい髪のパターンですね。これはなんかこんなに前クルクルだったかなって意外とこうすると毛量が乾かすの多分彼女時間かかるからやっぱテイクで取っていくしかないかなと思いますんで、過去のレッスン多分レッスン3だと思うんで、レッスン3のテイクセニングを参考にしてください。やります。はい。で、ダブルで、まあ、ボケある場合は1個はキープ、もう1個は水抜き、これが結構鉄則です。1個はキープで、これが、僕以前の新型縮毛矯正の時はカットはまあ本来最初にしてるんですけど、今回時間の関係で後でやってます。まあ、乾かした状態なんですけど、まあ、この毛先の R をうまく使った状態で切ろうかなと。ちょっと今切ってるのがラインが揃ってないので、まっすぐ見てね。はい。で、前髪がなんか今すごい斜めに今こうなっちゃってるんで、